天の神様、一週間の旅路をお守りくださり、今日、共に集まり、そしてまたオンラインを通して、心を合わせて神様を礼拝できますことを感謝いたします。私たちはそれぞれの一週間を過ごしてきました。一週間の中には、嬉しいこと、楽しいこともあれば、辛いこと、悲しいこともあったかもしれません。この礼拝の時、き、私たちのすべての重荷をキリストのもとに置き、 キリストによって力与えられそしてイエス・キリストに再献身する時とさせてください。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメンはじめに聖書朗読をいたします。 今日与えられた御言葉は新元22章6節でございます新元22章6節口語訳では906ページ新共同訳では1019ページになります口語訳聖書で拝読させていただきます こうその行くべき道に従って教えよ。そうすれば、年老いてもそれを離れることがない。はじめの賛否か、79番、79番一節を、環境に配慮して賛美いたしましょう。どうぞお立ちください。 それではひだまずける方はひだまずいていただいてお祈りをいたしましょう。お祈りさせていただきますご自愛深き天にいます私たちの作り主なる神様、人前の旅路をお守りくださいまして感謝します。 総動の記念日として安息日を今日も与えてくださり覚えて礼拝に預かることができる恵みを心から感謝申し上げます今もいろんなことが続いていますけれどもすべてご存知の神様が堂々再祭典をされることを祈ります戦争また疫病また 自然災害などがあります。どうぞ。早く！イエス様がいらっしゃる。また就職して共に教会で。賛美大きな声で賛美ができることができますようにお祈りいたします。まだまだ。油断はできません。けれどもどうぞ助けてください。 エス様の十字架を信ずる信仰によって私たちを清めてどうぞ今日のお礼拝にふさわしいものとしてくださるようお祈りいたしますこの秋9月30日から始まる秋の講演会の上に「生きる」と題しての講演が持たれます神様の導きを心から祈ります近藤先生 先生、高崎先生、中田先生はどうぞ強め、健康が支えられ、準備が滞りなくできますよう、心から祈ります。そしてそれに携わるスタッフもどうぞ助けてください。神様の栄光が表されますよう、祈りいたします。天沼教会をはじめ、各教会で持たれています礼拝の上にも豊かな祝福がありますように、教会に来ることのできない、 方々どうぞ必要を満たしてくださいまたネットを通しての教会の祝福に預かっていらっしゃるお一人一人の上にも神様の祝福が豊かに増し加えられることを信じてお祈りいたします神様の見心がなされることを信じますどうぞすべてのことが神様にあって 栄光となりますようにまた本日御言葉を取りいてくださいます教団総務部長柴田敏夫先生はどうでも強めてください御霊によって導いてくださいますようにお祈りいたしますどうぞ新しい宗の上にも豊かなものがあることを切に祈りますこれらの小さき祈りをエス様のお名前によってお祈りいたしますアー thank you それでは献金をお捧げいたしましょう献金は礼拝が終わった後街道の1階ホールに献金箱が用意されておりますのでそちらにお捧げいただければ良いと思います11約束献金またその他の感謝献金なども用意のある方は捧げてくださるように お勧めしますまた、教会に来ることのできない方々は、どうぞ、教会にいらっしゃるとき、あるいはネット銀行を振り返り、またネットのホームページをご覧になるかして、神様への下げ物を下げていただければと思いますそれでは元気のお祈りをさせていただきます。 愛する神様ただいまから礼拝献金をお捧げいた、しますますた11教会費の約束、また、神様への感謝の気持ち、献金など、すべて神様の恵みの中に、主婦の中に捧げることができて、心から感謝いたします。 どうぞ捧げられます一人一人の上にこれからもエス様のおいでなる日を心からまず楽しみとして信仰障害を全うできますようにお祈りいたしますエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン天にいますます我らの父よ願わくは皆をあがめさせたまえ御国を来たらせたまえ 御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らにおみあるものを我らが許すごとく我らのおみを許したまえ我らを心みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなりああメン 本日の説教は、教団総務部長柴田敏夫先生によって、信仰の継承と題してもたれます。その前に加藤久子様による検証が捧げられます。 日本の元総理大臣が7月8日に銃弾によって逝去されましたその後その犯人の動機であったりその家庭の背景それは母親が熱心に信仰していた宗教団体によってものすごい金額の献金が求められ悲惨な家庭の状況にあったそれらのことが報道されてきました正本 聖なる本と書いたその教祖の参入りの説教集が一冊なんと3000万円などとも報道されておりました今私たちが手にしております日本聖書協会の聖書であるならば数千円で手にすることができるところでありますけれどもそのようなことが言われておりましたそしてさまざまな報道の中では私たちが耳なじんでいるような教会でよく聞くような言葉も聞くことがありました そして最近ではその報道は宗教と政治のつながりについてに比重が移ってきているように思います。それらの中におきましては、日本社会において宗教全体へのイメージが悪化していくのではないか、そういったことも懸念されます。かつて1995年、オウム真理教による一連の事件によりまして、明らかに宗教不信が広がっていったというふうに言われております。今回も 大きなな影響があるのではないかとも言われますで日本におきましては、クリスチャンは人口の1%であるというふうに言われて、久しくしばらく1%あるというふうに言われております。ですから、皆様が家庭において、職場や隣近所、学校において、クリスチャン、教会に行っているのは私一人であるという方々が大半ではないでしょうか。そういった中におきまして 昨今のこののこ状況の中でしかしこの数ヶ月2ヶ月ぐらい前よりも少し前からでありますけれどもよく耳にするようになった聞かれるようになった4つの漢字4文字熟語があります。 それは宗教二世という言葉ですでこれは前向きな意味合いを持った響きの言葉というよりもネガティブ否定的なそのような意味で使われることが多いように思います命の言葉社で発行されております100万人の福音という月刊誌では7月号の特集で宗教二世が取り上げられていました この数ヶ月、特定の宗教団体のことが報道されておりますけれども、その中で、宗教二世の苦悩ということも紹介されることがあります。そして同時に、その親の立場からの苦悩というものもあるのかもしれません。Wikipedia、インターネットを見てみますと、その宗教二世ということについては、次のように定義されていました。 特定の信仰、信念を持つ親や家族とその宗教的集団のもとで、その教えの影響を受けて育った子ども世代のことを指すというふうにあります。で、この影響がどういう影響なのか、例えば、親が多額の献金をすることによって、生活が困窮してしまう、子どもの教育も子どもの思ったように自由にすることができない状況になる。あるいは 親があまりにも宗教にに深く関わっていくことによっててことよ子供は置き去りにされてしまうその宗教団体の教えによってさまざまな制約を受ける自由が失われる束縛されてしまうさまざまなことが挙げられていますで宗教二世というこの4文字の漢字は否定的な響きを持つかもしれませんけれども一方でキリスト教会が大切にしてきた 漢字4文字文がありますそれが「信仰継承」ということです。アブラハム、イサク、ヤコブの神という表現がありますけれども、信仰の父であるアブラハムからその子・イサクに信仰は受け継がれ、そしてイサクの信仰はその子・ヤコブに受け継がれていった。イスラエルの人たちは自分たちの信仰をアブラハム、イサク、ヤコブの信仰。 そのように表現されることがヤコブの神そのように表現されることがあります聖書朗読の言葉をもう一度お読みいたします「子をその行くべき道に従って教えようそうすれば年老いてもそれを離れることがない」そして新命期にもこのような言葉があります「努めてこれをあなたの子らに教え」 あなたが家に座している時も道を歩く時も寝る時も起きる時もこれについて語らねばならない聖書ではさまざまなところで親から子供へと信仰が受け継がれていくその重要性が記されておりますそして多くの宗教家もそのことを強調しておりますけれどもエレン・ホワイトの言葉として皆様の修法お手元の宗法の心のマナに一つの言葉を印刷させていただきました 親たちは子どもたちをクリスチャンにするために幼いうちから彼らを教え訓練しなければならない子どもたちは地上の王国の継承者となるためではなく神に仕える王たちとして永遠に支配する訓練を受けるために我々の手元に置かれているのであるでこれらの言葉というのは親子の関係において信仰を受け継いでいくということの大切さが強調されております同時に キリスト教会の信仰というのはイエスキリストから弟子たちへそして弟子たちからまた次の世代へと親子の関係ではなかったとしましても代々受け継がれていった継承されていった信仰ということが言えるのではないでしょうかある古い伝説がありますイエスキリストが十字架におかかりになられそして3日目に復活し40日して天に帰っていかれました その天に帰っていかれた後のことを伝える、まあ、これは一つの伝説ですから、本当にあった話かどうかは誰も知ることができませんけれども、こういうお話です。天使ガブリエルがイエス様に質問しました。あなたは人類の罪のために、この地球、地上で死なれて、大変な苦しみを経験されました。地上の人たちはみんなそのことを知っているのでしょうかイエス様の答えになります。いい エルサレムとガリラのほんの少しの人たちが知っているだけです。ガブレールはまた訪ねました。そうですか。では、あなたの偉大な愛をすべての人たちに伝えるためには、どのような計画があるのでしょうか。私は世界中の人たちにこのメッセージを伝えるようにと、私のすべての弟子たちにそのことを頼んできました。彼らが 他の人たちにそのことを伝えそしてその人たちがまた他の人たちに伝えそのようにしてついには地の果てにいる人すべての人たちまでそのことが伝えられていくのですそれを聞いてガブリエルの顔は曇ったと言いますガブリエルにはこの計画の弱点が分かったからですこう言いましたイエス様そうは言っても しばらくしてペテロがそのことを忘れてしまいガリラエコに漁師に戻ったらどうなるのでしょうかそのほか弟子たちには漁師が大勢いましたヤコブやヨハネアンデレたちもガリラエコに戻ったらどうなるのでしょうかマタエも修繕所に戻り他の弟子たちもその熱意を失ってしまったら他の人たちにイエス様のことを誰も話さなくなってしまうでしょうそしたらイエス様あなたの計画はどうなるのでしょうか しばらくの沈黙の後イエス・キリストの静かな声が聞こえたと言いますガブリエル私にはそれ以外の方法は計画はありませんこの伝説でこのお話で言わんとしていることはそれはイエス・キリストから弟子たちへそしてまた弟子たちから次の世代へと人から人へと伝えられていく継承されていくことが神様のご計画である とということでしたオリンピックではその大会に備えましてそのオリンピックの日聖火がオリンピック発祥の地ギリシャのアテネから開催地までたった一人の人がずっとその日を守って届けるということではなくてその日は次から次へと大勢の人たちの手を経て開催地まで運ばれていきます同じようにイエス・キリストの福音も人から人へと伝えられていく 継承されていくのですどこかでそれが全く途切れてしまってしばらくたってから自然発生的に何か湧き上がってくるということではなくて途絶えることなく人から人へと伝えられていきました世界のセブンステ・アドベンチスト協会にとりまして心に刻む日があるとするならば一つは1844年10月22日のことを挙げることができるかもしれません この日にイエス・キリストは再臨されるそう聖書を研究していた人たちは固く信じ当時アメリカでは何万人もの人たちがイエス・キリストはいつ再臨されるんだろうか今か今かと待っていましたけれどもイエス・キリストはその日には再臨されませんでしたそれからもう一度聖書を研究し直していったことによりましてその日はイエス・キリストが再臨される日ではなくて イエス・キリストが天の死聖所で新たな働きを始められるそのような日であるその理解に至りました私たち日本のセブンス・アドベンチュースト協会にとりましては1896年11月19日のことを挙げることができますこの日に公式の最初の宣教師グレンジャー先生が横浜湖に入校されそこから 日本におけるセブンス・アドベンツ協会の働きが始まっていったのでした。そしてもう一つ挙げるならば、1843年9月20日、治安維持法によりまして、42名の協会指導者の方々が一斉に検挙されたという日を挙げることができます。今年で79年がたち、来年80年を迎えようとしておりますけれども、そしてその時には、 ただ、指導者が検挙されただけではなくて、全国の教会自体、そして病院や学校など、関連の機関もそこで解散させられた、働きが止まってしまったのでした。その機関におきましては、この日本において、表面上は、セブンス・アドベンチズの存在が全く消えてしまったかのように見えたかもしれません。けれども、その間も、家庭やあるいは屋外において、 神様を礼拝する人たちが耐えることはありませんでした。戦後、教会が再開し、教会の方々がまた教会に戻り、信仰の継承がなされていったのです。そして今、今私たちは2年半に及ぶコロナの影響によりまして、全国の教会の安息日礼拝がお休みする、教会が集まることができないということも経験してきました。けれども多くの教会では オンラインを通しまして礼拝を配信しそれぞれの場所からオンラインではあったとしてもつながり心を合わせて祈り神様を礼拝する時が続けられてきました今私たちは9月におり、ま、生かされておりますけれども9月には敬老の日があります教会における敬老というのはただ単にご高齢の方をお祝いするということよりも ではなくて、命がけで信仰を、その信仰の道を歩んでこられた方々に感謝し、そしてその信仰を学び、受け継いでいくということではないでしょうか。同時に私たちには大きな課題があります。文化庁が発行しております宗教年間、それぞれの宗教団体のことをまとめているその年間によりますと、教会員数が多いキリスト教会トップ10のうち、 2019年から2020年、一番最新の統計でありますけれども、その1年間で比較しますと、その 10, 番 10, 10の大きい教会の中で、セブンス・アドベンチストは6番目にありますけれども、セブンス・アドベンチストと、もう1つの教会はわずかに、教会の数は増えておりましたけれども、それ以外の教会は軒並み、教会員数が減少しているという現象があります。 礼拝出席者ということを考えてみますと私たちの教会も微減少しずつ減ってきているという状況があります世界に目を向けてみますと世界のセブンス・アドベンチスト教会では毎年100万人以上もの人たちがバフテスマを受けて教会に加わってきますけれどもここ何年かを見てみますとそのうち4割もの方々がしばらくして教会を去っている そのような現実があります親から声とそのような関係だけではなくてベテラン世代から新しく教会に加わった方々に対して信仰を継承していくというのはとても大きな課題であり祈りとともに具体的に何か取り組んでいく必要のあることではないでしょうかかつて数百万ものイスラエルの人たちを エジプトから約束の地、カナンに向けて導いていった指導者モーセがいました。モーセは約束の地に入ることはできませんでしたけれども、その手前において、その役割はモーセからヨシアへと継承されていきました。この継承の時ヨシアに与えられた神様からのメッセージをご一緒に見ていきたいと思います。旧約聖書の1章には 3つのことが記されているように思います聖書をお持ちの方は旧約聖書吉明の1章をご一緒に見てみましょう吉明1章の前半部分を注目してみたいと思いますまず第1番目ですけれどもそこには神様からの約束の継続ということが記されています吉明1章の3節 あなた方が足の裏で踏むところは皆私がモーセに約束したようにあなた方に与えるであろうそういう言葉が与えられましたイスラエルの人たちには奴隷として閉じ込められていたエジプトから解放され約束の地にカナンが与えられるその約束がモーセに対してだけではなくてヨシアの時代に対しても引き続き その約束が継続されていたのでした。今私たちは、この現在、奴隷として手をつながれているわけではありません。さまざまな自由をこの日本において享受しております。移動する自由があります。何かをしゃべる言論の自由がある。職業選択の自由があります。そして何を信じてもいい、信じなくてもいい、信教の自由もあります。けれどもイエス・スキリストは、 全て罪を犯す者は罪の奴隷であると言われましたそういった中におきましてイエス・キリストの身代わりの十字架によって私たちは罪から解放される罪の奴隷から解放されるその約束が今も私たちに継続して与えられています宗教二世の方々の特徴の一つとしまして 罪悪感ととといいううものがあるということです幼少期から青年期に至るまで所属していたその宗教団体で教えられていたことがずっと心の中に残りたとえ現在その宗教から離れていたとしても今の自分の状態とかつて教えられてきたことの中にギャップに罪悪感を覚えるというのです聖書では私たち人は神様の前にあってみんな罪人である。 と説きますこのメッセージだけですと私たちはつらいですし追い詰められてしまうかもしれませんけれども自分の中には救いに至るものが何もなかったとしてもイエス・キリストのがその罪の奴隷から解放してくださる罪を許してくださるそして永遠の命を与えてくださるという約束が私たちに与えられているということを覚えたいと思います。 そして2番目が神様からの「しるし」ということです。義明一章の続き5節になりますけれども、このようにあります。私はモーセと共にいたように、あなたと共におるであろう。私はあなたを見放すことも見捨てることもしない。このモーセにとって、 神様が共にいるということは一体どういう意味があるのでしょうかシアケルも少し前ですけれども「出エジプト記にはこういったくだりがあります。「出エジプト記3章12節ですけれども「神は言われた私は必ずあなたと共にいる」これが私のあなたを使わす印である。かつて40年前 神様がモーセを指導者として召された時の場面であります神様からの召しに対して、モーセは尻込みします。私はそういったことはできません。散々そのことが繰り返されてきました。そういった中で、神様から与えられた印が、私はあなたと共にいるということでした。けれども、神様が共にいるというこの印というのは、 なんんだかか抜けしてししてままうようよなな印かもしれませんなぜならば普通印というのは目に見えるものが印であるからです例えば誕生日のプレゼントやクリスマスのプレゼントというのは何か見えるものがあってこれをプレゼントしますということを送り合うわけですモーセはこの後のやり取りの中におきまして主に言われるままに持っていた杖を投げるとそれが にになり、そそして蛇の尻尾を掴むと、れはまた杖に戻る。不思議な印不思議な経験をしましたまた次に手を懐に入れますとその手は重い皮膚病になりそしてまた懐に戻しますとその重い皮膚病が治,す治るそのような経験をしますこのような圧倒驚くような経験印を経験しましたけれどもまず最初にモーセに与えられた神様からの印というのは 私ががにににいいいる、る神様は共にいるととうことが最初に与えられた印でした。私た私ちは何かないものねだりをするということはないでしょうかクリスチャン1世の方にとりましては自分もクリスチャンの家庭で育ちたかった家族みんなが同じ信仰を持っているそういった関係で育ちたかったという憧れがあるかもしれませんあるいは2 0以上の方々にとりますならば 特別な神様との自分神様との出会いが自分はないパウロのような劇的な経験がない特別な印がない証を頼まれたら一体何を話したらいいかわからないと伴うことがあるかもしれません神様からモーセに与えられた最初の印というのは何か劇的なものではなくて神様が共におられるということでした。 40年にわたって荒野をさまよいそしてやがて約束の地カナに入っていくそこには敵がたくさんいるそのような状況の中にあって神様が共におられるということはこれ以上ない力強い助けだったのではないでしょうか宗教二世という背景を持つ方々が今インターネットの配信を見ておられるかもしれませんあるいは後から録画をご視聴なさることもあるかもしれません 自分はしばらく教会に行っていないから、もう教会敷居が高くなってしまった。しばらくお祈りをしていない。聖書も開いていないから、イエス様も遠く感じてしまうと思われることもあるかもしれません。100匹のうち羊が1匹失われたときに、羊飼いは見つけるまで探し回り、そして見つけたならば、叱ったり投げ飛ばしたりせずに、喜んでその語りに乗せて、そして連れ帰る。 そのことが聖書に記されていますそしてイエス・キリストは私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのであるそう約束されました私たちは今たとえ神様を目でこの目で見ることができなかったとしても遠く感じることがあったとしても神様が共におられるということを覚えたいと思いますそして3番目ですけれども 聖書の御言葉の実践ということが義明一章の七節に記されているように思います。義明一章の七節、ただ強く、また大しくあって、私の下辺ーセがあなたに命じた立法をことごとく守って行い、これを離れて右にも左にも曲がってはならない、それはすべてあなたが行くところで勝利を得るためで モーセの律法あるいはイエスキリストの言葉そして聖書の御言葉を守って行う実践することこそが勝利の秘訣である必要なことであると記されています宗教二世の方々特にキリスト教会に通っている方々にとりましてその子供たちがつまずくことの一つが親をはじめ大人の二面性ということが挙げられています 家と教会で言っていることが違う、行動が伴っていない、教会ではニコニコと奉仕をしていたとしても、そして家に帰ったら不平不満を漏らす、礼拝で互いに愛し合いましょう、その聖書の御言葉が読まれた、その後午後になると何か言い争いが起こっている、陰口が叩かれている、こういったことを目の当たりにするときに、一体信仰は何なんだろうかと思わされるというのです。 私たちは聖書を開いて聖書を読みますけれども聖書を読んで終わりではなくてそれをどのように生活の中で生かしていくのかが問われているのではないでしょうか今年の6月ですけれども世界の代表者の人たちが集まりました私たちの教会の5年に一度の世界大会が行われました。 本来5年に一度ですけれどもコロナによりまして1年延期になりまた1年延期になりまして7年ぶりに開催されたことになりましたその大会におきまして翻訳されて日本でも使われております教会指針の改訂も行われましたさまざまなことがそこで討議されましたけれども新たに弟子作りという項目が教会指針の中に織り込まれることになりました それは私たちが傍観者として眺めているのではなくて主体的にイエス・キリストの弟子として関わっていくそのことを私たちの世界の教会でも強調しているということが言えますヨハネによる福音書ではこのようにあります「もし私の言葉のうちにとどまっておるならあなた方は本当に私の弟子なのである」 そうイエス・スキリストは言われましたこのヨハネ8章31節の中から見ますと弟子の特徴というのは私の言葉にとどまるイエス・キリストの言葉にとどまることこそが弟子の本当の意味であるということが言えます宗教二世と言われる人たちが親から受け継いだ信仰が自分のものと確立されていくには 毎週安息日の礼拝ということも大切なことであります。そして同時に、週1日だけではなくて、毎日の生活の中にあって、この聖書に親しみ、聖書を通して神様が今の自分に語りかけてくださっている、そのことを日々体験していくことが大切なことではないでしょうか。私自身は、セブンス・アドベンチストの4世でありますけれども、自分自身の信仰の歩みを振り返っていましたときに、 共に集まる礼拝やさまざまな行事、さまざまな活動も大切でありますけれども、自分一人で聖書と向き合い、聖書の御言葉が自分自身に迫ってくる経験、また聖書の御言葉が他の人たちを変える力を持っている、そのことを目の当たりにすることができた、そのことはとても大きかったと思います。一人でも多くの方々が日々、聖書の御言葉によって力を受け、 そして喜びに満たされた信仰生活を送られることを願います今まで見てきましたようにイスラエルの指導者としてモーセから継承したヨシアに対して神様から大切なメッセージが与えられましたそしてヨシアたちイスラエルの人たちは約束の地カナンに信仰を持って入っていくことができました私たちはアドベンチストとしまして イススキリストの再臨を心から待ち望んでいます私たちは約束の地天の御斬りに入ることを心から待ち望んでおりますそして天沼教会の皆様にとりましては5月にしばしの眠りに疲れた高木隆先生との再会も大きな希望であると思いますで今朝教会に来ましたらえかつての私が牧師インターンの時高木先生と一緒に撮ったという写真を2枚 プレゼントししてくださいましたけれども私たちは天国において多くの方々との再会というのは大きな希望ではないでしょうか。指導者のシアだけがカナンの地に一人だけ入っていったわけではありません。そこには大勢の人たちと共に約束の地、カナンに入っていきました。私たちは自分一人ではなくて誰と一緒にイエス・キリストの再臨を迎え天国で神様と共に 一緒にに永遠に暮らししていいきたいと思うでしょうでょか主の導きのもと信仰の先輩方から受け継いだこの信仰を私のところだけでとどめておくのではなくて家族や友達知り合いとイエス・キリストのことを分かち合い共にイエス・キリストの再臨の時を迎えたいと思います。 良き希望のおきの勧めを感謝いたしますそれでは閉会賛美歌502番502番の一節をどうぞお立ちいただいて賛美いたしましょう。<music> 天の神様、罪の奴隷である私たちを何とかして救いたいという神様の熱い思いを持って、2000年前にイエス・キリストをこの世のに使わしくださり、イエス・キリストの十字架によって、救いの道が開かれていることを心から感謝いたします。そしてイエス・キリストの福音は、イエス・キリストから弟子たちへ、そしてまた次の世代へ、時代を超え、地域を超え、この日本まで伝えられてきました。 そして特別な神様の導きのもとに信仰の先輩方によって私たち一人一人がイエス・キリストの福音に預かり今共に心を合わせて神様を礼拝できましたことを心から感謝いたしますこのキリスト教会の歴史の中でまた聖書の歴史の中にあって人から人へと神様の導きのもとに信仰の継承がなされてきましたどうか これからも信仰の継承がなされていき一日でも早く全世界に福音が述べ伝えられていきますようにお助けくださいまた同時に私たちは心の中で家族のことまた親しい友人のこと知り合いのこと多くの方々のことを祈りの中にありますそしてその中にあって私たちは今日聖書研究ガイドで学びましたように待つことが必要であることも知っております どうか私たちは決して諦めることなく、日々、私たちは一人一人のことを心に留め、周りの方々のことを祈り続け、神様へと導かれますように、神様へと心が向けられますように、私たちは祈りを持って支えていくことができますようにお助けください。また、コロナが続いてある中でありますけれども、神様が建てられました天沼教会、そして東京衛生アドベンチスト病院、また、 病院のさまざまな施設をも神様が特別に祝福してくださいましてこの時代にあってこの地にあって神様のご栄光を豊かに荒らすことができますようにお助けください神様が守ってくださることを信じ感謝して尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りしますアーメン